SCP-1910JP2 に入店する鳩崎研究員。アイテム番号 SCP-1910JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1910JP の営業時間中は最低でも1名は財団職員が店内にいる状態にしてください。職員が SCP-1910JP を利用する場合、衣服や金銭以外を持ち込むことは禁止されています。この時、SCP-1910JP への入店経路は転送装置経路のみを利用してください。転送装置が置かれる部屋には常に武装した警備員が待機します。SCP-1910JP における調査目的以外の飲食時には情報流出を避けるために他者との接触は同じ財団職員であっても禁止されます。接触した場合、取り調べ後罰せられます。SCP-1910JP で用いる食材や器具などは財団が一括して供給します。また、SCP-1910JP、一らしき飛行物体を目撃した場合は速やかに SCP-1910JP もしくは担当職員に連絡してください。財団職員は SCP-1910JP を利用する団体間で交わされた協定を厳守しなければなりません。食事をする場合や、調査を行う場合では節度ある行動をしてください。問題を起こした場合、財団は関与しない場合があります。説明 SCP-1910JP は、UFO ラーメン、というラーメン店です。SCP-1910JP の店舗は現在の科学技術では建造不可能な飛行物体、SCP-1910JP-1、うちに存在しています。SCP-1910JP で確認することのできるメニューはすべて通常のラーメン店と比べても目立った差異はなく、調理時に使用する器具や設備にも異常性は確認されません。一方で東京都の正式な営業許可は下りていません。この報告書の執筆当時、SCP-1910JP では3名の知的生命体が確認されています。個体番号概要、SCP-1910JP、A グレータイプの宇宙人に酷似した存在。SCP-1910JP、B とは夫婦関係にある。SCP-1910JP の責任者で、服装は営業時間内では調理に適したものになっている。日本語しか喋ることはできない。日本の球団である。が勝利した翌日には餃子をおまけする場合がある。SCP-1910JP、B グレータイプの宇宙人に酷似した存在。SCP-1910JP、A とは夫婦関係にある。会計等はこの個体が言っている。日本語しか喋ることができない。利用客の多くと交流がある旨の発言が確認されている。SCP-1910JP、C 人間男性。1983年に行方不明者として警察に届けられている。買い出しを担当している。現在、交渉を円滑に行うために、書類上では財団に雇用されている。6カ国語話すことができ、日本語発話者以外を接客する場合はこの個体が行う。SCP-1910JP2 に入店する際には2種類の手段を用いることになります。一つ目は電話をして SCP-1910JP-1 に迎えに来てもらう手段です。一般人がこの手段で入店してくる場合があるため、現在では SCP-1910JP の電話番号が書かれた看板は全て撤去してあります。収容の関係上、財団も実験を除いてこの手段を用いることはありません。二つ目は転送装置を介する手段です。SCP-1910JP-A の主張によりこの転送装置は複数存在していることが判明しており、主に SCP-1910JP の常連客が使用しています。財団はサイト、8104とサイト、8107に設置された転送装置を使用します。この転送装置を再現する試みは成功していません。また、実験により転送装置を利用した人物は入店時に使用した転送装置にしか戻ることができず、転送装置を用いて別の場所に行くことはできません。この性質により、転送装置を介して財団職員以外の人物が侵入してくるようなことはありません。財団が最初に SCP-1910JP と接触したのは1986年初頭でした。
当時、財団は世界各国で発生していたミステリーサークル及びキャトルミューティレーションの調査を行っており、未確認飛行物体の出現予測地点に発信機を取り付けた牛を放牧していました。最初に接触をしたのは牧場を巡回監視していたエージェント、カルキンでした。エージェント、カルキンは SCP-1910JP-1 が牛を回収していた際に、牛に飛び乗ることで内部への侵入に成功しました。この時、エージェント、カルキンはすぐに地上に戻されましたが、関係者と思われる人間と接触しており、戻される寸前に、今度は営業時間内に来てください、と話しかけられたと報告しています。また、映像記録装置にはグレータイプの宇宙人が日本語の関西訛りで、外国人が来た、と話していました。その後、発信機からの反応を頼りに捜索を行ったところ、東京都八王子市の高尾山近辺で SCP-1910JP の電話番号と、UFO ラーメン、と書かれた看板を発見しました。財団が発見した当時、すでに複数の幼稚遊戯団体が SCP-1910JP を利用していました。財団は収容を行った場合の被害を鑑み、使用団体内で交わされていた協定への参加を決定しました。現在、SCP-1910JP はある種の中立地帯として成立しています。付録 1910JP-1SCP-1910JP を利用する勢力間で交わされた協定の内容。重要な箇所を抜粋。一協定参加団体はすべて、食事、以外の目的で、UFO ラーメン、を使用してはならない。例外として、協定締結を目的とした使用は認められる。また、協定参加団体は地球を主に活動拠点としているもののみとする。2、UFO ラーメン、を利用するすべての人類は地球に居住する生命体として自覚を持った行動をしなければならない。問題行動を起こした個人または団体は地球生命体としての責任を負わなければならない。協定の残りは上記の内容を破った場合の罰則、及び使用団体内における役割に関する内容となっています。財団はこの協定締結時には後発団体でしたが、SCP-1910JP が使用する食材の供給及び監視を条件に協定参加団体内における発言権を得ました。また、財団加入後にこの協定を違反した参加団体は存在しませんが、財団が1984年に観測した爆発事件は協定違反団体に対する報復措置であることが推測されています。この団体の活動は同年以降確認されていません。ホイ1以下は財団が SCP-1910JP を最初に利用した際の記録です。映像記録 1910JP-1 探索者 D-1910-1 通信小池博士付き今回の探索では電話をすることで SCP-1910JP2 に誘点する経路を使用しています。また D-1910-1 にはビデオカメラと食品を回収するための容器を持たせてあります。では電話で SCP-1910JP-1 を呼び出してください。わかった。本当に問題ないんだよな。もちろんです。D-1910-1 が SCP-1910JP に電話をする。1分後、北の方から光る飛行物体が出現する。おい、何か来たぞ。大丈夫なんだよな。大丈夫です。D-1910-1 の体が宙に浮いていく。おい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 。浮いてるぞ。おい。大丈夫ですから落ち着いてください。無理だって。おい。なんだ。周囲一体が光に包まれる。次の瞬間、目の前に顔の周りがもやで覆われた存在が出現する。SCP-1910JP の来店客と思われる。D-1910-1 は悲鳴を上げて尻餅をついた。来店客大丈夫ですか？ D-1910-1 に向けて手を差し出す。ああ。手を握って立ち上がった。来店客いやー。帰りがけにいきなり現れるから驚きましたよ。それでは。来店客は D-1910-1 と入れ替わるように転送装置へと入っていく。その後、中の装置を操作して消失する。消えた。D-1910-1 店内の様子を撮影してください。
わかった。店内の様子が映し出された。厨房付近はカウンター席、窓側付近は座敷席となっている。客の存在は確認できない。厨房の奥の方では SCP-1910JP-A が調理している姿が確認できるが、D-1910-1 は気づいていないようである。博士、俺には普通のラーメン屋のようにしか見えないんだが。そう見えるだけなのかもしれません。とりあえず食事をしてください。どこでも構いませんので。死ぬようなもんじゃねえよな。大丈夫です。あなたが考えているような現象は確認されていません。信じるぜ、博士。D-1910-1 は座敷席を選択する。カメラは窓の方に向けられる。窓の外には山岳地帯が広がっており、空を飛んでいることがわかる。本当に飛んでやがる。とりあえず、メニューを映すぞ。お願いします。映されたメニューには簡略化された UFO のイラストが各所に描かれている。メニューの内容に不審な点は見られない。何か変なのはあったか？ありませんね。注文はそちらの好きにして構いません。酒類はダメですが。わかった。博士、何か来たぞ。SCP-1910JP-B が水とおしぼりを持ってくる。SCP-1910JP-B はい。どうぞ。ああ、すまん。SCP-1910JP-B 注文が決まったら呼んでください。それと撮影は周りの迷惑にならないようにしてくださいね。わかりました。あと注文よいですか？この UFO ラーメンと餃子一人前、お願いします。SCP-1910JP-B はい、しばらくお待ちください。SCP-1910JP-B は注文をメモに書きつけると厨房の方に去っていった。博士、宇宙人だ。グレイってやつだ。そのようですね。なあ、本当に大丈夫なんだよな。他のやつみたいに変なことになるやつじゃないよな。大丈夫だと思います。ただ、命令には従ってください。わかった。本当、頼むぜ。数分後、SCP-1910JP-B がラーメンをお盆に乗せて持ってくる。SCP-1910JP-B はい、お待たせしました。ありがとよ。画面越しだと異常性は確認できませんね。そちらには何かありませんか？目の前にラーメンと水があるだけだ。念のため、同じ光景を見ているか確認しましょうか。具材を教えてください。チャーシューが3枚。結構分厚いやつ。メンマが8つになるとが2つ。茶色い半分のゆで卵が2つ。意味あるのか、これ？あります。とりあえず、幻覚の類はないようですね。サンプルとしていくつか持って帰っていただけますか？チラシもできればお願いします。わかった。タッパーに入れて持ち帰る。あと一応、持ち帰りできるかも聞いてみる。お願いします。タッパーにいくらか入れた後に、SCP-1910JP-C が奥の方から餃子を運んできた。SCP-1910JP-C へい、餃子を待ち。すんません。ここって持ち帰りできますか？ SCP-1910JP-C ラーメンは無理ですが、餃子はできますよ。持ち帰りしますか？じゃあ、2人前頼みます。SCP-1910JP-C わかりました。どうかしましたか？いや、人間も働いてるんだなーって、思っただけです。SCP-1910JP-C やあ、店長たち明らかに宇宙人ですもんね。私は人間なんで安心してください。ああ、でもなんで働いてるんですか？ SCP-1910JP-C いろいろありましてね。あ、そろそろ戻らないといけないんで、失礼します。呼び止めてすんません。SCP-1910JP-C へ、では、ごゆっくり。SCP-1910JP-C は簡単にメモをした後、奥の方に戻っていく。じゃあ、食べるな。ちょっと、伸びちまったかな。すいません。
アリはどんな感じかも教えてください。わかったよ。レポーターじゃないんだぞ、タク。P、1910、1はラーメンを食べる。醤油ラーメンだな。こってり系の、魚介系の感じじゃない。でも豚骨とか鶏ガラの感じでもないなぁ。もしかして牛か？味はさっぱりしている。でもインパクトがすごい。何杯でも食べられる。そんな感じだ。そういうことじゃないんですが、まあいいでしょう。異常があれば教えてください。了解。数分後、P、1910、1はすべて食べ終える。SCP、1910JP、P が近くの席の水を補充している。すいません。感情をお願いします。はい。少々お待ちください。P、1910、1はレジに向かう。画面にはチラシが映された。回収するのはこのチラシでいいか？大丈夫です。お願いします。はい。お待たせしました。お持ち帰りも含めて、1200円です。はいよ。D、1910、1は2000円を支払う。SCP、1910JP、B の白く細い腕が D、1910、1を掴んだ。お客さん、まだ出すものがありますよね。なんだよ。D、1910、1が SCP、1910JP、B の腕を振り払う。結果、SCP、1910JP、B は後ろに倒れ、大きな音を出してしまう。見た目から軽傷と思われる。おかみさん、どうしたんですか？ SCP、1910JP、C が厨房から顔を覗かせる。手には包丁が握られていた。違う。わざとじゃないんだ。P、1910、1の腕を SCP、1910JP、B のものとは異なる腕が掴む。P、1910、1は暴れるが、近寄ってくる SCP、1910JP、C を最後に映してカメラは破壊された。収容報告書この2時間後、P、1910、1は解放されました。P、1910、1の話を要約すると一連の騒動は、タッパーでラーメンを持って帰ろうとしたことを SCP、1910JP、B が咎めようとしたために D、1910、1が誤解した。ことにより発生したことが判明しました。後日、SCP、1910JP から餃子1人前無料券10枚と謝罪の手紙が財団に送られてきました。この餃子1人前無料券10枚は異常性がないことが確認された後、破棄されました。追記この探索後、4回の調査を行いましたが全てにおいてラーメンを食べて帰ってくる以上に特筆すべきことは確認されませんでした。5回目探索時、SCP、1910JP、A から転送装置の設置が提案されました。協議の結果、サイト、8104とサイト、8107そして解体調査用に1台転送装置を設置することが決定しました。決定した3日後、サイト、8104とサイト、8107に SCP、1910JP と酷似した飛行物体が出現し、設置マニュアルと一緒に転送装置を置いていきました。財団はこの転送装置を解体しましたが、現在の技術力では再現が不可能と判明するだけでした。ホイに SCP、1910JP の営業は1983年から行われています。インタビューの結果、1983年以降に発生したミステリーサークル及びキャトルミューテレーションの7割に SCP、1910JP が関与していることが確認されました。SCP、1910JP、A の主張により小麦や肉類等の食材集め、だと判明しています。現在では財団がこれら具材の供給を行っているため発生は減少しています。財団が関与する以前の SCP、1910JP と被害農家の帳簿を確認した結果、中間業者を介して合法的な金銭取引が行われていました。しかし、この中間業者は正式な記録には存在しておらず、現在も調査中です。ホイさん SCP、1910JP、1が有する機能の一つとして不可視化があります。この機能は SCP、1910JP、1の装置を用いることで操作することができます。
しかし、SCP-1910JP に電話でに入店する際破装置を切らねばならないため、従業員がスイッチを戻し忘れていることがあります。この頻度は緩やかではありますが年々増加傾向にあります。ホイ4現在 SCP-1910JP に来る客の多くは転送装置を使用した人物がほとんどです。この転送装置はインタビュー等から同一宇宙に複数存在していると考えられています。以下は SCP-1910JP を利用した存在の記録です。来店記録1910-1。利用した存在金髪の白人女性。見た目は20代で白衣を着ていた。注文したラーメンジャンボ UFO ラーメンチャレンジ、20分で完食することで無料になる。様子3倍完食した。食事後に行っていた電話の会話内容から、ワンダーテイメント株式会社の関係者と思われる。来店記録1910-2。利用した存在メガネをかけたゴールデンレトリーバー1頭。注文したラーメン UFO ラーメン、醤油ラーメン。様子席に座り、髪を出す。この時、SCP-1910JP-B が、いつもお使い偉いねえ、と発言している。その後、出されたラーメンを箸を用いて完食し、代金を支払ってから帰った。お使いの内容は不明。来店記録1913。利用した存在前原博士と酷似した姿の存在10名。注文したラーメン全員、ジャンボ UFO ラーメンチャレンジを注文した。様子全員ラーメンを完食した。所属は不明。来店記録1914。利用した存在人型に集まった虫の群れ。多種多様な虫が確認されたが、サンプルは回収できなかった。注文したラーメンチャーシュー麺。様子食事をする際、頭部が器の中に落ちる。その際、隣の席までスープが飛び散ったため、SCP-1910JP-A から注意を受けていた。完食後、器に入った虫たちが再び頭部を形成した。来店記録1915。利用した存在全身に入れ墨が彫られたセム人男性と5歳前後の少女。少女の発言から親子関係にあると思われる。注文したラーメン少女はお子様ラーメンセット。男性はジャンボ UFO ラーメンチャレンジを注文した。様子2人で手を繋いでに入店した。注文を決める際、男性の方は最初味噌ラーメンを選んでいたが、少女の強い勧めでジャンボ UFO ラーメンチャレンジを選んだ。この時、少女は、おじさんは完食したよ、と発言している。その後、男性はジャンボ UFO ラーメンチャレンジを行ったが失敗している。会計時、SCP-1910JP-B は男性の方に色紙を渡してサインを求めていた。この時、いつも見ています、と発言している。来店記録1916。利用した存在武装した人間10名、装備の内容から所属は判別できなかった。注文したラーメン UFO ラーメン。様子1人がに入店すると、すぐに周囲を確かめるような素振りを見せる。その後、手で合図を送ると転送装置内にいた残りが出てくる。食事の際には全員が口元だけを出して食事を行っていた。追記同様の集団が6回同様の行動をしているのが確認されている。目的は不明。来店記録1917。利用した存在武装した人間10名、来店記録1916と同じ装備をしていたため、同じ所属と思われる。注文したラーメンなし。様子1人がに入店すると、すぐに周囲を確かめるような素振りを見せる。その後、手で合図を送ると転送装置内にいた残りが出てくる。集団のうちの1人が SCP-1910JP-A に銃口を突きつけ、SCP-1910JP を譲渡するよう要求を行っていた。しかし、彼らはすぐに店内から消失した。行き先は不明。追記当時店内にいた職員の報告ではこの時財団職員しかいなかった。SCP-1910JP-A は、迷惑をかけた、と、その場にいた全員に餃子一人前を振る舞った。来店記録1918。利用した存在、編集済み、2名。注文したラーメン片方は UFO ラーメンと餃子一人前、もう片方は精進ラーメン、肉や骨を一切使っていないラーメン、を注文した。様子、編集済み。
追記この2名を目撃した財団職員は全員が神の存在を認める旨の発言を行っている。また、全員が2週間以内に退職しており、その後特定の宗教団体関連施設に就職している。ホイゴ SCP-1910JP-A 及び SCP-1910JP-C に対して行われたインタビュー記録です。インタビュー記録 1910JP-1 対象 SCP-1910JP-A インタビュアー小池博士付近インタビュー自体は店内に客がいない状況で行った。また、近くでは SCP-1910JP-B が作業をしている。それではよろしくお願いします。SCP-1910JP-A SCP-1910JP-A は返事をせずに作業を続ける。よろしくお願いします、店長。おう、よろしくな。前回はラーメンに関しての話でしたので、今回は店長に関する話でいいでしょうか？いいぜ。つっても、こんなおっさんの身の上なんて興味ないだろ。いや、私たちには重要なんですよ。まず、店長はラーメン屋をする前は何をしていたのでしょうか？何言ってなぁ。もともと俺はこの星の調査員をしてたんだ。まあ、そこまで優秀じゃなかったが。具体的にはどのようなことを調査していましたか？地球の奴らはみんなそれを心配するなぁ。別に変なもんじゃねえよ。文化とか科学レベルが主だ。俺は文化を担当していてよ。そのせいでラーメンにはまっちまった。SCP-1910JP-A の笑い声。故郷がどこにあるかわかりますか？自動運転にワープで全くわからねえ。俺は下っ端だったからそこまで詳しい話はされちゃいない。じゃあ、ワープの仕組みはどうですか？下っ端にわかるわけないだろ。お前さんは自分が乗ってる車の仕組みを完全に理解してんのか？はい。そうか。とにかく俺は理解しちゃいねえ。下っ端の下っ端だったからよ。頭使う仕事じゃなくて体を使う仕事ばっかりだ。まあ、そのおかげで美人な嫁さんももらえたんだけどな。奥にいる SCP-1910JP-B に一瞬だけ視線を向ける。そうですか。話は変わりますが、この UFO に積み込まれている装置にはやはり危険なものはありますか？その質問か。実のところあんたら以外もそんなこと聞いてくるんだよ。でもな、ラーメン屋にはそんなの必要ないだろ。回転資金を工面するのに全部決まった。SCP-1910JP-A の笑い声。わかりました。電話のベルが鳴る。SCP-1910JP-B が受話器を取る。はい。こちら UFO ラーメン店です。はい。あなた、大変。見えてるって。あ、切るの忘れちまってた。SCP-1910JP-A が厨房にあるスイッチを操作する。これでよし。すんませんねー。もう年なんで物忘れが激しくて。できればもう少し注意していただけるとありがたいです。本当、すいません。これ、おまけですんで。UFO ラーメンが出される。通常のものよりチャーシューが3枚多い。ありがとうございます。そうな。あの転送装置なんですがね。あれって我々以外にも所持していますよね。どのようにして送っているんですか？あ、設置の話です。あれか。あれは俺の元上司に依頼して送ってもらってんだ。良い人でなぁ。この店を開く時も世話になった。今でも一元さんは大体その人の紹介だな。あんたらみたいなのは珍しいんだ。どんな姿をしているかわかりますか？いろんな姿をしてるからわからねえなぁ。でも結構来てるから会ったことはあると思うんだよなぁ。わかりました。ありがとうございます。しかし、大変だねぇ。お前さんもこんなおっさんの話に付き合わされて。いえ、少なくともラーメンを食べたら死ぬなんてことはない分、楽な部類ですよ。変な店があるんだな。まあ、いつものことです。終了報告書インタビュー後、SCP-1910JP-A は餃子をおまけしました。また、SCP-1910JP-A が証言する元上司に関しては現在調査中です。インタビュー記録 1910JP-2 対象 SCP-1910JP-C インタビュアー小池博士こんにちは、SCP-1910JP-2
C。あ、先生。お久しぶりです。この呼び方ってことはインタビューですね。まあ、そういうことです。UFO ラーメンと餃子をお願いします。わかりました。でも、インタビューするにしても店長たちは今は休憩中ですよ。呼んできましょうか？いえ、今日はあなたに会いに来ました。俺ですか？何かありましたか？ええ、あなたがどうしてここで働いているのか聞きたいと思いまして。なんでって、いろいろあったからですね。それを聞きたいんです。楽しい話じゃないですよ。構いません。いや、飯屋で話すことじゃないですね。とにかく俺はあの二人に拾われました。姿形は関係ありません。とにかくあの二人に恩を返そうと思ってここで働いているんです。なるほど。個人的な質問ですが、自分の店を持ちたいと思ったことはありませんか？ SCP-1910JP-C は考えるような素振りを見せる。ないですね。俺はここでずっと働くつもりです。そうですか。奥の方から SCP-1910JP-A が現れる。店長、休憩もう終わりですか？いや、そうじゃねえ。お前、そろそろ独立しろ。え、何言ってるんですか？俺がいなかったら。そこはまあ、何とかする。俺だっていい加減外人さんの接客をしねえといけねえし。ですが。気にすんな。お前はもう一人前なんだからよ。はい。先生、こいつのことお願いします。俺らが関わっちまってるからもう先生のところで世話になるしかないんでしょ。そうなりますね。わかりました。上に雇用できないか交渉させていただきます。よろしくお願いします。収容報告書協議の結果、SCP-1910JP-C は財団フロント企業で雇用されることに決定しました。SCP-1910JP-C は SCP-1910JP-A および SCP-1910JP-B との交流のため、記憶処理は施されませんでした。追記2004年5月インタビュー記録 1910JP に受け、SCP-1910JP-C に代わる新しい従業員の募集が行われました。結果、SCP-1910JP を利用していなかった団体も含め、各団体より従業員候補が面接を受けました。候補者のほとんどは事故などの要因により面接ができず、財団が推薦した人物で無事に面接を受けることができたのは、20名中12名のみでした。半年にわたる面接の結果、財団職員及び協定に参加している団体から合格者は出ませんでした。合格した2名の人物は両方とも SCP-1910JP-A の元上司が連れてきた人物です。この2名は現在 SCP-1910JP-D 及び SCP-1910JP-E と指定されています。